状態以上にさせるとなんか捕まえやすいとか言ってたから。聞かないのか。進まねえ。うわー、やべえ、ロケット弾だ。たまにさ、鳩が鳴くみたいな音聞こえない？オッケー。これでミノさんも前線に立つことができる。まずこんにちはだ。まずこんにちは。ミノさんで様子見るか。ハタク。いて。超音波だ。あら。もう一回超音波。状態異常にさせるとなんか捕まえやすいとか言ってたから。聞かないのか。一回だけ。ダメだ。聞かないわ。すげえ、こいつ。もう一回。あ、入った。おしおし。混乱してる。うん。ずっと超音波しよう。皆さんもういいぞ。頑張ったな。体当たりで死なないよな、さすがに。宿り木で、ちまちま、減らすか？何本いるかな？よしよしよし。鳴き声、かまして。で、多分これ、ゲージが黄色くなったら、ゲットできるんでしょ。ああ、大丈夫。あ、来た！いけ。捕まえたと思ったのに。もうちょっと減らさないといけないのか。鳴き声。いいぞ。もうちょっと。流行る気持ちを抑えて、ヒッピーの膝がガクガク言うまで待とう。両者とも、歌い合ってるから。いいよ。もうちょい。あと2回くらい。いいよ。よし。ラストチューチュー。さあ、そろそろ膝ガクしてる。行け！おっさー！ピンクになった！ポケモンボールが。ピッピ？あ、ゲットだぜ！愛くるしい姿からペットのように人気がある。ただしなかなか見つけられない。よーっしゃ、なかなかね、見つけたね。妖精ポケモンだって。ピッピニックネームをつけますか？はい。妖精なんでしょ？どうしよっかなピッピ妖精か。妖精といえば、チンクル？確率 1% 引き読む、1% なの？嘘でしょ？マジで？おい、マジかよ。1% か。1% にするか？可愛くない？ 1% いいね。2% みたいな感じで。1%? お前、よろしくな？ 1% の HP9 だ。タク鳴き声。能力的には、一目置くような強さではないのね。アイドル的存在なのかな？ちょっと育ててみるか。1%K、ミノさん、マリックかな。うん。よし。セーブ。いや、素晴らしい。ちょ、一回ポケ行こう。待てよ。ミノさんでいけんじゃないか、これ。
1。よし、勝てるな。そっか。ないんだ、技。技 P がないんだ。帰りたいんだけど。ポケ行きたい、ポケ。こっちだっけ？あ、こっちだ、こっちだ。草が効くんだな。あー、すごい！効果抜群だ。よーし。勢ぞろいになってきたな。とりあえずこの洞窟抜けたいな。意外と広いよね、最初の洞窟にしては。こいつは石場、ちょっと戦ってみる？戦ってみるかい？相手の攻撃は微動だにしない。吸血全然入ってないもん、相手の。あ、待て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 、倒す前に行けるな。倒す前に一回相手を瀕死させてからのケイがこんにちはっつって魚の血を吸血してもらって、で締めにミノさんだな。ミノで締める。はい、お疲れ。お疲れ。そっか、3人で分けてるからだいぶ行き渡らないんだな、経験値が。二人で、なんか回した方がいいのかね、経験値自体は。石詰めては、1パ出して、マリックで咲く。うわ。うん、こっちの方がなんかいいような気がするんだけどな。結果的に同じなのか。ズバットか。ズバットは、1パのしばきで何度もなる。お、来たよ。1パがレベル9に。もうバットしかいない。ミノさんに出てもらおう。朝の情報番組やってもらって。レベル10になったら超音波持ってるから、レベル10のズバットは要注意なんだな、多分。レベル10ズバットは逃げよう。レベル9ズバットは狩ろう。いや、普通に混乱してんのにやってくんの？進まねえ。逃げよう。誰だあいつ。おい、トレーナーか。ポケモンマフィアロケット団は怖くて強いのだ。え、うわー、やべえ、ロケット団だ。サンド、一旦ミノ出しとくか。どうだ、痛そう。うーわー、痛え。超音波かまして、うわー、ダメか。砂かけ入った。混乱させる。いや、砂かけやってくるんかい。一回吸血、
ん、微妙。攻撃しろ、自分で。なんでこっちやってるの？見えてるだろう。見えてるは見えてるのか。あ、間違った。間違って倒しちゃった。いいぞ。だ、次誰だ？コラッタとか。コラッタとかもう、1パで十分だよ。ミスれ。あー、マジか。何パ入る？あ、いけるね。結構腕っぷしいな、1パ。あはっ！一旦ピチピチさせて。マリックに行ってもらいます。怯えてるだろうな、こうなったの。で、出た！あれだけはやめてくれ。宿り木のやつだけは、うわぁ！はは、死ねぇ。ジムシャクどこにこれ。ナイス。締めマリック。さすが、ズバッと！うわ、やべぇ！来たか。どうしよう。いや、マリック続投か。マリック続投もいいな。マリック続投の宿り木。うん、植え付ける。うわ、超音波だ、やめて。で、体当たり。あ、いけるいける。おお、違う違う違う。あ、大丈夫。余裕余裕余裕。余裕。ちょっと痛いけどね。よし、やらしい構成だったな。相手しくじったが、そしたら賞金として330円手に入れた。なんとか。しかし結構疲弊してるな。傷薬ないのがね。日記書いといて先に進むか。お、なんこれ、神アイテムか。マックスアップ。たまにさ、鳩が鳴くみたいな音聞こえない？ブル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 って。ブルブル。マックスアップか。最大 1P 開けんのかな？我が愛する1番に。うおドンピシャ。え、ちょっと待てよ。水鉄砲、覚えられる。叩くしか覚えてなかったから、一番に水鉄砲覚えさせるか。いいね、いいね。決して覚えないであろう技だろうね、多分ね。この先。いや、バリエーション、攻撃にはバリエーションがあった方がいいからな。やべ、魚バーガー。一旦ポケ行きたいな。なんか、あったな。穴抜けの紐。ザガ！え？ポケまで行く紐じゃん。穴抜けるどころか。ありがとう。ここ下はとりあえず今行ったから。違うか。水鉄砲ちょっと、やってみるか。効かぬわ。上から垂らすやつ。なかなかの強さ。ベースが強いのか、こいつ。どんな技でも自分のものにできる。強い。この下だね。お、さらに奥地。
湯気一番。剣を挟み、逃げよう。あ、そっか、経験者入んねえ。